皆さんこんにちは。アルペンアウトドアーズ柏店の宮本です。今回は2022年発売のロゴスの新作商品の紹介をしていきます。商品の紹介をしていただくのはこの方。はい、ロゴスストア柏店の池田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池田さん、今回紹介していただくロゴスの新作はどんな感じですか？はい、今年もたくさん新商品出てるんですけど、特にアルペンさんとコラボさせていただいた新商品を中心に紹介したいと思います。今回の限定商品はアルペンアウトドアーズだけではなく、アルペンやスポーツデポでも購入できるんですよね？はい、購入できます。限定に弱い私はワクワクしてしまいます。それではここから一つずつ紹介していきますので、それでは行ってみましょう。アルペンアウトドアーズチャンネルです。はい、それではまずこのテントからご紹介お願いします。はい、こちらのテントはリラクシングコテージ L テントセットです。ではポイントを説明していきたいと思います。はい、お願いします。はい、まず一つ目はロゴスのパネルシステムがついてます。でもう一つ、なんか C 型ドアもついてます。ここまでは普通のロゴスと一緒ですね。では、はい、違う点をご説明していきたいと思います。まず横側、今こう巻き上げているんですけど、じゃあちょっと宮本さん手伝っていただいて、はい、ここ別でキャノピーポールをご購入いただければ、こういうふうに跳ね上げすることができます。この跳ね上げは1箇所、2箇所、反対側3箇所、4箇所跳ね上げることができるので、全部メッシュになるので、すごく夏場通気が、そうです、そうです、通気がよく、後ろもメッシュになるので、ちょっと見えますかね、中までメッシュになって、メッシュで夏場は通気をよくしてもらって、であと上にトップカバーついてますので、耐水圧だったり、あと中の遮光性が、中入れますかね、今度なんかすごい暗くなってます。このように遮光性も良くなってますので、そこがポイントです。はい、スカート、はい、じゃあ続いてはこちらの商品お願いします。はい、こちらはルーミーリビングドーム L テントセットです。こちらは先ほどのテントと同じで、まず寝室サイズが L サイズっていうサイズになってます。L サイズっていうのは大人が横に4人並んで寝ることができるサイズ感です。でテントの特徴としましては、リビング部分、ここに立ってもらっていいですか、宮本さん。はい、リビング部分すごい身長が高くなってます。でドームテントになっているので、ポールが3本で組み立てができるので、すごい簡単に立てることができます。例えばこんな感じで背の低い椅子を2つ並べて、中でテーブル置いてもらうと、すごい広くリビングを使うことができたり、もちろん背の高いテーブルと椅子で使用することもできます。で前ここ今巻き上げてるんですけど、別売のキャノピーポールを買っていただければ、このように跳ね上げをすることも、こう開いてるのいいですよね。あ、そうなんです。締め切っちゃって、またすごいことができる。ちなみに横も跳ね上げができます。結構各社さんでこういうツールームタイプのドーム型テント出てると思うんですけど、ポイントが一つだけ、一つだけ。このドアのところにメッシュがあるので、こうメッシュにしたまま中前閉めちゃって、中でゆったり過ごすっていうこともできますね。はい、じゃあ続いてはこちらのテーブルですね。はい、はい、こちらのテーブルはテーブル9060プラスバック付きっていう商品です。はい、このテーブルありましたよね。そうですね、今まであったテーブルなんですけど、す
実は今回じゃん、サイドにサイドテーブルをつけられるようになってます。で、収納袋もついています。今までなかったですね。そうですね、収納袋も今までのテーブルなかったので、まあ、ここが変更点ですね。で、こちらのテーブルなんですけど、例えばじゃママが背の高い椅子に座ってもらって、でパパは低いローチェアがいいっていう時にスタイルを変えて座ることができたり、あとはお子さん用の椅子でこういう風に隣同士で座ることもできます。あともう一個、普通のテーブルだとまあ、大体テーブルの上にクーラーボックス置くと思うんですけど、これ中取ってみてください。すんごい取りづらいですね。すごい取りづらいですよね。それがこう横に置くことによって中身を取り出しやすくできます、うん、いいですね。はい、はい、それではこちらのチェアですね。はい、こちらはラグジュアリーチェア、ブラックメッシュです。一見普通の椅子に見えるんですけど、まず一つはこうメッシュになってます。メッシュになってるので、まあ、特に夏場すごい汗かいちゃったりすると思うんですけど、そこの通気性の良さと、あと汚れが落ちやすいっていうところがポイントです。で、ここの座面の生地と背面の生地が分かれてるんですよ。なので結構椅子座った時にこう突っ張っちゃったりすると思うんですけど、その突っ張りがないのでよかったら座ってみてください。あ、座りやすいそうなんです、座りやすいんですよ。いいです、この高さ、はい、でちなみにこれメッシュなので夏用のチェアかなって思うと思うんですけど、ロゴスでこのフリースチェアカバーっていうのが販売してるので、こういう風にチェアカバーかけてもらうと冬でも使用することができます。ここまでロゴスの新作商品の紹介をしてきました。いかがだったでしょうか。池田さん、すべての商品が魅力的なものばかりでした。ありがとうございます。今回紹介した商品は皆様に満足していただける商品になっていると思います。またロゴスの新作の商品はその他にもたくさんありますので、ぜひ見に来てください。ありがとうございます。私たちアルペンアウトドアズ柏店は皆さんのアウトドアライフをサポートさせていただきます。ぜひ店舗へお越しください。それではこちらの動画が参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。